京王バス玉営業所、京王バス玉営業所は、東京都多摩市南の1丁目1番1号に、所在する京王バスの営業所である。当初を表す、社内識別記号は、J。運行エリアは、桜ヶ丘営業所とともに、京王線成績桜ヶ丘駅、京王相模原線長山駅、多摩センター駅をターミナルとし、所在地の多摩市を中心に、八王子市東部。 稲城市西部のほか一部路線は、日野市、町田市へも乗り入れる。多摩市のコミュニティバス、多摩市ミニバスの運行受託も行う。また、営業所内に、車両整備工場が併設されており、京王電鉄バスグループの全車両の整備を担当している。京王帝都電鉄時代、多摩ニュータウン内の輸送を目的に、桜ヶ丘営業所から分割された多摩車庫を前身と、し、 電鉄本体から、京王電鉄バスへのバス事業分社化、その後の京王バス南への子会社化を経て、複雑な歴史をたどりつつ、現在に至る。営業所記号の J は、もともと京王邸と電鉄時代から桜川丘、営業所が使用していた記号を引き継いだものである。同じく、多摩ニュータウン地区を担当する、神奈川中央交通多摩営業所との共同運行路線も多い。 両社とも営業所名は、多摩営業所であるため、最寄りバス停留所名を、京王多摩車庫、神奈中多摩車庫として、混同を防いでいる。多摩市内の京王と神奈中の路線が並行する、区間では、共同運行路線のみならず、神奈中のみ、運行の路線でも、京王発行の共通定期券が利用できるほか、時刻表などの管理を京王が一括して行っており、バス停、 ポール刑事に掲示された時刻表や、京王バスグループの時刻表サイト、バスナビ .com では、京王の系統とともに、カンナ中のみ、運行の系統も含めて表示される。東映業所開設以前から、神奈川中央交通が、長山、桜川岡方面への路線を営業していたため、京王玉車小前の停留所は、現在もカンナ中が管理しており、 停留所ポールもカンナ中使用のものが使用されている。なお、玉営業所の敷地の直下には、城山ダムから長沢城水上への川崎市水道局の水道管が埋設されている。印の路線は、神奈川中央交通玉営業所と共同運行。印の路線は、小田急バス、町田営業所と共同運行。東西線南北線国産四メーカーを採用している。 かつては三菱不走を長らく採用し、1994年度までは毎年三菱車で導入されていた。1995年以降は、京王バスグループの他の営業所と同様、日産ディーゼル車の大量導入が開始され、中型長尺車の JPK が配置された。三菱車の導入は1999年と2003年のみとなった。 2004年と2005年は、日産ディーゼルの大型ノンステップバス UAK が導入され、翌2006年に、再び三菱不走の中型長尺ノンステップバスが導入された。UD トラックスのバス事業撤退後、2011年からは、エアロスターノンステップが、京王バス南に導入され、京王電鉄バス時代から数えて12年ぶりのエアロスター導入となった。 また J バス製の車両導入も増え、2012年には、ブルーリボン2が、2014年には、エルガハイブリッドが、2019年には、ブルーリボンハイブリッドが、2020年には、京王発の燃料電池バスがそれぞれ導入され、バリエーションが増えている。2013年には、京王の電車、バス100周年を記念した、復刻塗装車も導入されたほか、2018年には、 有料座席指定列車、KO ライナーで使用される KO5000 系電車を模したラッピングバスが導入されている。車体塗装は、おおむね、KO 電鉄バス時代から在籍する車両は、KO 電鉄バスカラー、KO バス南への移管、委託後に導入された新車や、一部の転属車は、KO ブルーを基調とした KO バスカラーを採用している。魂ミニバスには、 運行開始時は、京王電鉄バスカラーの日産ディーゼル RN が使用され、車両代替後は専用塗装のレインボー2とポンチョが新車導入された。うち1台は、多摩市とサンリオピューローランドのタイアップ、ハローキティに会える街として、ハローキティなどサンリオキャラクターのラッピングが施されている。なお、サンリオピューローランドのラッピング車両は、 南大沢営業所の空港連絡バスでも運行されている。ありがとうございます。